チメドリカは、鳥類スズメメのトガである。チメドリカの範囲については、諸説あるが、ここでは、アメリカ長学会が採用した、系統的でかつ伝統分類に比較的近い範囲を、基準とする。チメドリと総称されるが、競技には、その一種を、チメドリと呼ぶ。多様なトガであり、丸橋が微調創始調やぶどり、島鳥なども含まれる。旧大陸の中びく井戸に生息する。 なお、アメリカ西海岸にいる、ミソサザイモドキチャマヤは、チメドリカからダルマイナガカに移された。全長941センチメートル。ヒナには、反転がなく、季節による羽毛の生え変わりはなく、かかとに、鱗があり、くちばしの基部に、ヒゲがある。ヨシワラ、草原、竹やぶなどに群れを作る。希少能力は高くなく渡りはしない。 主に昆虫食だが、少々の種子食もする。系統樹は、ジャラン・エトールによる。クレイド・アイは、ヨハンソン・エトールが仮に命名したグイス・ジョの会系統である。ここで扱う範囲のチメドリカは、メジロカ、ダルマイナガカと順次姉妹群であり、三つの赤に分かれる。この範囲のチドリカは、アメリカ長学会が採用している。メジロを、チメドリカ・メジロザスタプイニーとして、 チメドリカに4赤を含めることもあり、その場合のチメドリカの姉妹群はダルマイナガカである。チメドリカの3赤をそれぞれ独立化とすることもあり、国際鳥類学会議が採用している。なお、赤頭チメドリ赤、タイマライニーは、かつてのチメドリ赤と同じ学名だが、この赤はチメドリを含まないので、チメドリ赤とは呼べない。また、かつてガビチョウが ガーラシニという分類群が使われたことがあるが、現在のガビチョウ赤は総市長類が加わったことから、命名規約の選手権の原則により、学名が変わっており、直訳すれば総市ア赤となる。分類対象表を以下に示す。は、その分類群の一部のみ。チメドリ類は19世紀には単独でトガを作り、リートライキデイタイムリーデイという仮名も使われたが、 ハーターとにより拡大された、ヒタキカマスカピニーに含められた。デラッカーは、ヒタキカの中に、チメドリアカ、タイマライニーを定義し、アマドンがハーターとのヒタキカを解体すると、これは、チメドリカとなった。デラッカーは、チメドリアカをの5族に分け、デラッカーはを加えた6族とした。ただし、ミソサザイモドキ族とハゲチメドリ族を、 チメドリアか、チメドリカに含めるかどうかについては、論争があり、ウェットモアは、チメドリカから、ミソサザイモドキかチャマエダイとダルマイナガカ、パラトックソーナサディを独立させた。ダルマイナガ類を含む場合は日本では、ダルマイナガカと呼ぶこともあった。シブリーアルクイストは、チメドリ類に、ズグロムシクイ族シルビアを加えた群を単系統だと考えたが、それに分類群は与えず、 ウグイスかシルビアでいないのに赤に分割した。チメドリ類の大半はズグロムシクイ族と同じ赤となり、選手権の原則により赤名はシルバイニーとなった。ハゲチメドリ類はこの系統から外された。死亡や、それに続く DNA シーケンス系統により、論争のあったダルマエナガ類、ミソサザイモドキハゲチメドリ族、ヒゲガラ族と論争がなかった典型的な チメドリ類からも一部が、チメドリ科から外された。ただしシブギーアルクイストのガビチョウカは、チメドリ科に含まれ、現在のガビチョウカライオスリッチニー内の広い範囲に、分散する多系統である。また、コシアカセッカグラミニコラが、オーセッカカメガルーアリデイから、チメドリ科シラチメドリアカに移された。ハゲチメドリ属は、ハゲチメドリカピケターティデイに、ヒゲガラ属パヌーリスは、 ウグイスジョーカのヒゲガラカッパヌリダエに分離された。さらに、ヒメサザイチメドリ族プニープガガウグイスジョーカのヒメサザイチメドリカプニープヒーデイに分離された。ダルマイナガルイとミソサザイモドキはズグロムシクイ族と禁煙であり、合わせてダルマイナガカシルビアデイとなった。かつてのチメドリ族アルシッピーはサンゴ分割され、うちニ族はダルマイナガカに移された。 他にも数族が移された。カンムリチメドリ族ユヒナはメジロカに移された。モリチメドリ族ストシリスはご分割され、内山族はメジロカに移された。得意な例としては、オナガサザイチメドリ族の白星サザイチメドリが、探検エレシャーラデイとして独立した。この都がは、スズメコ目内においても規定部で枝分かれした、系統であり、独自の植え家の地位も認めうるとされる。 国際鳥類学会より、ただし IOC の都がを赤とした、3赤39族259種、9族56種、15族70種、13族133種、ありがとうございます。